皆さん、こんにちは。滝沢秀明氏が今年3月に設立し、続々と旧ジャニーズ事務所のタレントが合流している TOBE。 現在 TOBE に所属しているナンバーアイの平野翔さんが次々と CM 契約を勝ち取るなど活躍していることで話題となっています。しかし、そんな TOBE はこれまでに盗作疑惑が相次いでおり、昨年7月に三宅健の所属発表以来、ユニット名やロゴデザインなど短期間のうちにパクリ疑惑が何度も浮上していました。そしてそんな TOBE に新たなパクリ疑惑が浮上しています。そのためファンからは TOBE の管理体制に疑問が呈されており、混乱の声が上がっています。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。2023年3月21日に元ジャニーズ事務所のタレントで、引退後は同社副社長及び同社の子会社ジャニーズアイランド社長を務めていた滝沢秀明が新会社株式会社 TOBE の設立を発表しました。元 V6 の三宅健さんや元キング&プリンスの平野翔さん、神宮寺勇太さん、元キスマイフット2の北山宏光さんなど、元ジャニーズ事務所に所属していたタレントが次々と加入し、注目を集めています。 TOBE は3月14日から17日にかけ、所属アーティストが集結したファーストライブを東京ドームで開催しました。三宅健、平野翔、岸優太といった面々が移籍後初めてファンの前でパフォーマンスを繰り広げ、最終日はプライムビデオで生配信も行われました。さらに研修生で結成された新ユニットウィンクファーストも初お披露目。11から13歳までの男子5人がオリジナル曲キャンディーを初披露しました。その歌詞はというと、僕のキャンディ、はじめまして、君にあげたくて、スイートテイストなど、かなり意味深なものが並んでいます。しかし問題となっているのはここではなく、今回お披露目したキャンディーはサビのメロディが1996年にリリースされた今井美樹のヒットソングプライドと全くと言っていいほど同じだったようなのです。1年足らずで4度目のパクリ疑惑が出ている TOBE の管理はどうなっているのでしょうか。 SNS にも現地のレポートや配信の感想として、プライドにしか聞こえなくて混乱、なんか聞いたことあるなって思ったら、めちゃくちゃプライドに似てる、めちゃくちゃ今井美樹のプライドといった指摘が相次いでいます。ファンですら混乱している様子が見て取れます。ですが TOBE がパクリ疑惑で物議を醸したのはこれが初めてではありません。それどころか、昨年7月に三宅が事務所第1号タレントとして所属を発表して以来、1年足らずで次々と盗作疑惑が発覚しているのです。昨年10月、平野、岸、神宮寺でナンバーアイが結成され、同時に岸デザインのロゴが発表されました。するとこれがロックバンドザ・ボーンズのロゴとほぼ同じだとして盗作疑惑が浮上。バンド側も SNS で確かに似ていると反応し、双方の協議が行われました。一部アンチたちはそもそも旧ジャニーズのタレントが次々と集まっている 2B に対してジャニーズ2号店などと揶揄していました。また滝沢さん本人への不信感がいくつもある現状に、ファンから批判の嵐が殺到していました。 TOBE の社長である滝沢さんは、ジャニーズ事務所を退所する際、花火を上げられるような大規模会場も視野に入れているとされていたのに、滝沢歌舞伎を途中で全て投げ出していたことや、井ノ原快彦さんがジュニア関係を引き継ぎましたが、滝沢秀明さんから詳細な引き継ぎがなかったということ、そして引き抜き行為とも見て取れるやめジャニたちの移籍で、ジャニーズ事務所退所前に TOBE 関係に着手していると見られており、その頃から退所設立に向けて動いていたのではないかというような点から、不信感が多かったようです。これによりジャニーズのパクリである上に TOBE はロゴもパクリなのかといった否定的な反応が出ています。しかし協議は円満にいったようで、 TOBE 側はザ・ボーンズの皆様とファンの皆様には長年
旗印として愛されてきたロゴに関してお騒がせしてしまったことお詫びいたしますと謝罪しつつ、双方の話し合いの末に今後もナンバーアイのロゴを変更することなく活動を続けていくことを合意いただきましたと報告しました。ザ・ボーンズサイドも、みんなで確認したけど俺たちとボーナーが10年以上背負ってきた N ロゴと確かに似てはいるなぁと思ったと率直な感想を述べながら、でもロゴは似ているようで違うものだし、それぞれがそれぞれのロゴにプライドを持って掲げていけば良いんじゃないかなと思う。これも何かの縁としてファン同士がお互いの音楽を知るきっかけになったら素敵なことじゃんと寛容な姿勢を示し、ザ・ボーンズ側の大人の対応によりロゴのパクリ疑惑は無事解決に至ったようです。昨年11月には 2B アーティストが集結した YouTube 特番トベ版のロゴが、かつて TBS で放送されていた歌番組歌版の特別編特番そっくりで炎上。 SNS 上ではアンチがパクリだとかやたらとうるさいから逆手に取ってきたとしたらやっぱりタッキーは天才だなとあえてパロディーをしてきたと分析するファンもいたものの、番組終わっているから使っちゃえみたいな、マージセンス疑うし全部パクリとかありえる。ヌンベリロゴの直後にこのタイトル開き直りなのかなという声も上がっていました。同月にはさらに北山宏光がリリースしたファーストシングル「乱心」のサビメロディがかつて滝沢氏が寵愛していた「スノーマン」の「ブラザービート」に酷似していると炎上しました。 SNS ではそれぞれの曲の該当部分の切り抜き動画を並べて比較する投稿も散見されています。旧ジャニーズのファンは思った以上にまんまだった、せっかくのソロ曲がスノーマンのパクリと落胆している一方で、あえて似た楽曲を作ることで旧ジャニーズのファンに話題にしてもらおうという滝沢さんの戦略なのではないかといった声まで上がっています。 2B が何かをするたびにパクリと指摘されており、批判したいだけのこじつけに見える印象も拭えませんが、ここまで短期間での盗作疑惑が相次ぐと故意だと思われても仕方ないものがありますね。ただ世の中には多くの歌が流通しているため、楽曲がたまたま似ることは起こりうるものかもしれません。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。